日本関東地方神奈川県横浜市保土ヶ谷区、西谷町西谷は横浜市保土ヶ谷区の地名。現行行政地名は西谷1丁目から西谷4丁目及び西谷町。西谷1丁目から4丁目は住居表示実施済み、西谷町は住居表示未実施。郵便番号は240-0052。保土ヶ谷区の北部に位置し、北西側は 旭区川島町に接する。南東から西に相模鉄道と国道16号が並行し、町の西部に西谷駅が設けられている。西谷駅からは東京と埼玉県方面に直通する相鉄 JR 直通線が分岐しており、交通の要所となっている。南西から北東に東海道新幹線が走り、西谷駅で相鉄線と交差するが、 新幹線に駅は設けられていない。国道16号梅の気交差点から北に県道青戸城西側線が伸び、鴨井駅方面に通じている。町の南には片平川が流れる。面積は0.620平方キロメートル。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば西谷町701番47の地点で20万円。 平方メートルとなっている。古くは、続木郡情勢川村、川島村の一部で、1889年4月1日に、両村が合併し、西谷村となった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。